やったか！くまだだ。これ式のことで我が波動を立てるなど思うな！ねえ、この感じフォボスとかと同じ感じがする。もしかして。やめなさい。あんたこのままじゃあいつらみたいに燃え尽きることになるわよ。分かってんの？当然のこと。安全な場所に立ち傍観者となることを波動とは呼ばん。頂に立つことこそ波動、戦闘を歩むことこそ波動、道は我が後ろにのみあるものよ。陣頭に立つ者はあらゆる危険に身をさらす必要がある。それでこそ余人が後からついてくるのだ。森を裂き、山をうがち、川を枯らす。望む道を作るには全てを犠牲にせねばならん。我が身であろうとな。もうやめてくれ、兄さん。こうなったら。そのぬるい流下で俺の前に立つか。身の程を知れ。なぜだ兄さん、なぜそこまで犠牲を増やさなきゃいけないんだ。自分自身まで。本当に魔人に下ったのか。ディアネルに忠誠を誓ったのか。愚かな貴様は何も分かっていない。魔人が何か、ディアネルが何か知っているのか、考えたことがあるか。世界は早くドラゴンの支配から抜け出さなくてはならんのだ。それがなぜわかん！ドラゴンの支配？ドラゴンは世界の礎、俺たちの親しい隣人のはずじゃないのか！礎であり、隣人であると思い込まされている。すなわちそれが支配されているということだ。早く欺瞞に満ちた契約を打ち破り、世界を人の手に取り戻すのだ。欺瞞に満ちた契約？何を？どういうことなんだ？教えてくれ、レオニード兄さん。ドラゴンとの絆を絶対と思っている貴様に教えて何になる。道はこの手で切り開くのみだ。兄さん、どうして、どうしてそこまで焦っているんだ。仮に兄さんの言う通りだとしても、こんなにも多くのものを犠牲にする方法じゃなきゃいけないのか。ドラゴンの支配を厭う者が俺だけだとでも思うのか。なんだって。ドラゴンの支配を憎み、世界をその手に収めようとする者は俺の他にもいる。その者がドラゴンの支配を打ち砕いたとき、世界はどうなる。ドラゴンの支配により安寧を得ていた者が許される道理などない。ならば俺が、人である俺こそが世界をドラゴンの支配から解き放たねばならんのだ。レオニード兄さん、ならなおのこと魔人と手を結ぶべきじゃなかった。なぜもっと人を信じられなかった。愚
他者を盲信した結果がこの世界なのだ。それを分からぬ者にもはや語る舌を持たん。消えてなくなる。アルケミックフルバースト。貴様は邪魔だ。貴様に希望を見出す者がいればいるほど、ドラゴンの支配は強固になっていく。ここで死んでもらうぞ。体が持たんか。だがあとはとどめの一撃をくれてやるだけ。さあ覚悟しろ。そうさせない。シャノンか。貴様もそいつに感化されたか。他者に希望を見出すことの愚かしさがわからんのか。それはあなたが言うのか。バルカヘイムを作ったあなたが。バルカヘイムは弱肉強食の町だ。そこに住む者は皆誰かを蹴落とし這い上がろうとしている。そうだ、希望があるならその手でつかめ。他人に希望を委ねたりなどするな。違う、俺たちは這い上がれると思えたから戦えたんだ。波動を進む人がそこにいたから。あの頃俺たちにはあなたが希望だったんだ。俺が希望だと。あなたは魔人に従い波動を捨てた。自分の力で這い上がるのではなく強さを与えてもらおうとした。王子は違う。強さにおもねるのではなく自分の力で這い上がろうとする。彼の道こそが波動だ。くっ、ざれごと。はあ、負けた。負けたのか、俺が。レオニード、兄さん。とどめは貴様がさせ。それが王者の義務だ。兄さん、それはできない。魔人とは手を切り、バルカヘイムに戻ってくれ。兄の命を絶つのが恐ろしいのか。どこまでも甘ったれた弟だ。何と言われようとできない。勝ったのは俺たちだ、兄さん。だから、兄さんには従ってもらう。己、生き恥をさらせというのか。そうじゃない。兄さんが父上から与えられた使命は、北からの脅威に対抗することだったはずだ。今こそ、その使命を果たす時じゃないのか。貴様、何か気づいているのか。いや、俺は…なんだ。あれは、黒い罠に支配されたドラゴン。
なぜここに？あなたは、どうしてあなたが？さあ、始めましょう。Thank you.